神に背いた傲慢の罪により天国から追放された大天使ルシファー。地獄へと落ちた彼女は7つの大罪たちの手によってその力を封印されてしまう。全てを失ったルシファーだったが、彼女を慕う
愛想に。僕が欲しいんだね。その気持ちは痛いほど理解できるよ。僕が欲しいんだね。その気持ちは痛いほど理解できるよ。私を呼び出すなんて人望が皆無なのね。かわいそうに。今は頭脳より筋肉、拳で何でも解決してあげる。僕の発明品が役に立つ時が来たね。これで倒すよ。僕の力見せてあげる。ひらめきと発明だよ。さーて、どれを使おうかな。いくよー。まだまだいけるね。燃えてきた。
僕を楽しませてくれるの？お手並み拝見かな。敵はどんなやつだい？
くべり立ち、突き落とす。軽めに行くね。ヤッホー、不元気？楽しい。ああ、嬉しい。やっちゃうよ。まだまだ。そやよー。痛くないよ。ああ、嬉しい。やりやがったね。勝利の炎。これこれこれ。ごめんね、許して。